こんにちは、シチューです。ドラクエ続きからやってこう。で、こいつさ、バトルになんない？ぶつかって大丈夫？あ、大丈夫だ。ギャハハ、勇者を守る愚かな人間どもよ。ここが貴様らの墓場となるのだ。どうやら魔物はシチューに気づいていないようだ。この魔物と、いやいや、戦わねえ、戦わねえよ。これ絶対仲間いないでしょ。そうだよね、シチュー一人だよね。ここで逆に戦う意味あんのかな？経験値上げ的な？ちょっと戦う意味が全然わかんないんだけど。で、玉座のとこにいるみたいなことを前回は、来たね。わ、いた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 。アービン様、私怖かった。ああ、よくぞご無事で、あ、違った。声低かった。ああ、よくぞご無事でいてくれました。窓から魔物の大群が向かってくるのが見えて、あなたとシューが心配で。今は話している時間はない。シューを連れ、ここから逃げよう。さあ、私についてくるんだ。おー、すげえ、変装っていうか、装備したんだね。君たちのことは私が絶対に守る。たとえ何があっても、さあ早く、ここから脱出しよう。これを踏まえてさ、パート1見たい感じするよね。この、どんな感じでなってたかっていう背景をちゃんと分かった状態で。あれ、どっち行った？どっち行った？こっち？こっちではなさそうだね。うん、こっち側なのかな？ちょ、待ってね、今どこ行ったんだ？こっちか。アーウィン様たちが勇者様を連れて1階に向かわれた。アーウィン様どうかご無事で。オッケー、1階か。ここ2階だね。よし。これバトルしてみたい気持ちもあるけど、する意味がないもんね。よし、ここから外に。うわー、こいつ顔ないやつか、首ないやつか。そう、こいつに襲われたんじゃなかったっけ、馬に乗ったこいつに。感じる。感じるぞ、勇者の気配が。どんなに姿を隠してもその忌々しい光の波動は隠せない。さあ、おとなしく勇者を差し出すのだ。これさ、盾の顔が喋ってんのかな。おい、おい、勝てんのか、アーウィン。私の家族には指一本触れさせん。ぐおー。ああ、普通やるじゃないか、君。魔物が次から次へと。あなた、私たち一体どうしたら。この城はもう奴らに囲まれている。正面からとっても突破はできないだろう。倉庫にある地下通路へ向かおう。あそこを使えば城の外に出られるはずだ。さあ、こっちだ。これもしはさ、ここで魔物と戦えばさ、過去を変えられるみたいな感じではないのかな。あれ、どっち行った？ちょ、待って、こっち側かな。え、アーウィン様たちがそこの扉に入っていかれた。あそこの地下通路を抜けられれば勇者様は無事外に出られるはず。本当によかった。ここ？あー、来そうだね。ちょっと奥の扉かなって一瞬思ったけど違った。確かこの棚の後ろに。あ、これなんか前行かなかったっけ、ここ。現実世界で。さあ、エレノア、マルティナ、魔物に気づかれぬうちに早く中へ。さあ、行っちゃおうか。待って、ここをちゃんと開けとこう。なんもないのかな。まあいいや、行っちゃおうか。で、さ。よし、ここから外に出られるはずだ。うわ、めっちゃいいじゃん。私は、ここは私が食い止める。君たちは早くここから逃げるんだ。あなた、でも、さあ、早く行け。なし、魔物どもめ、ここは絶対に通さんぞ。お、なんだこれ、一緒に戦う感じますか。守るべき者のために負けるわけにはいかない。魔物の者たちを立ち去れ。どうすればいいんだろう、どうすればいいんだろう。待って、これ戦うしか選択しないのかな。ちょっと待って、誰もノーヒントなんだけど。ちょっとわかんないんで、一回戦ってみようか。一番弱っちいこいつに話しかけよう。はい、この弱っちそうなやつ戦います。うわ、すげえ、みんなヒントかよ。ちょ待って、それは聞いてなかった。これ絶対がないでしょ。数的減りすぎんで、イオラしかなくね。これ一番有効でしょ。あ、いいんじゃん。お父様。
これそうだね、多分一緒に戦う感じだ。ちょ、アーウィンにみんな攻撃してくれ。アーウィンの HP 無限だからね、きっと。イオラ。あ、いい、うわ、イオラ結構ダメージでかいね。わー、アーウィン、まあ微妙だな、67ダメージか。やべえ、これさ、基本一緒に戦ってくれると、あれなんすよ。アーウィンがね、回復してきたりしてくれるんだよね。まあなんでそれ期待して、普通にイオラ使っちゃおうか。あ、いいね、敵がめっちゃアーウィンにしか攻撃しない。オッケー。ていうか、覇王山全体攻撃だっていけ。それなら覇王山使ってもよかったな。イオラより。うん、でも普通に全然弱かったな。はぁ、はぁ、これで全部倒したようだな。早くエレノアたちを追わなければ。ん？マルティナ、ここにもいないのか、マルティナ。マルティナ一緒に逃げたよね。この声はデルカであろう。よかった、ご無事だったのか。こっちか。こっち行って、なんか喧嘩したりするんじゃないかな。そんな感じがあるけど、まあ行ってみよう。これは？ああ、すげえ、全然違った。あ、ここで乗っ取られる感じ？うわ、誰お前？デルカダールを、おのれお前一体何者だ？お、こいつあいつじゃん。わ、なるほど、ここで、悪いものになるんだ。デルカダール。お前はアーウィンではないか。みんなは無事なのか？あ、デルカダール、よくぞご無事で。幸いにも、この戦火の中、我が息子と妻、そしてマルティナは無事に城の外に逃げ延びました。そうか、それはよかった。では、逃げ延びた者のもとに我が手の者を早速向かわせよう。デルカダール、何を？ぐわあ、これ剣で刺された感じ？勇者の血筋などここで途絶えるがいい。デルカダロー、いたらご返事を。デルカダロー、あ、あいつじゃん、グレイグ。おお、デルカダロー、おお、よくぞご無事で。到着が遅れ申し訳ありませんでした。アーウィン様、デルカダロー、これは一体？アーウィンが突然私に襲いかかってきたんだ。だから仕方なくこの手で。そして我が娘マルティナもユグナ王妃エルノアに人質として触れてしまった。なんと、ユグノア王家ともあろうか方々がなぜそのようなことを。おそらく勇者の誕生がこの城の者たちを変えてしまったのだ。城を襲った魔物たちの狙いは勇者を手に入れること。そのためにあまたの命が消えていった。勇者の光に闇が引き寄せられたのだ。伝説の勇者シューがいなければこのような悲劇は起こらなかった。シューは世界を救う希望の子などではない。この世に邪悪なり闇をもたらす存在。災いを呼ぶ悪魔の子だ。ああ、ここで悪魔の子ってなったのか。ロットゼタシアの平和を脅かす勇者を野放しにするわけにはいかん。草の根を分けても見つけ出すのだ。はっ。これで最後。あ、まだ生きてんのか。違う、勇者は死は悪魔の子などではない。デルカダール王を止めなくては。このままでは世界は闇に。エルノア死、不甲斐ない私を許し。バタ、これであの変な姿になったのか。なんか浄化しきれないみたいな感じね。あ、元の世界に戻る感じですか。ん？どこ？ここ。ん？どこじゃ？ノーマップっていうか、めお前誰だよ。ギャー、うまいうまい。我が名はバクーモス。
絶望を食らう者。あ、なんかさ、前そう。このお父様の仮面の中にこういう魔物の声がしたんだよね。国は滅び、愛する家族とは死に別れ。この男の絶望はまさに高級フルコース。こんな絶望にはそうありつけない。だからこの男に16年前の悪夢を何度も見せ、こうして食らい続けているのだ。この男の絶望は一度食べたら忘れぬ。16年間食べ続けても飽きぬほどだ。だがしかし、そろそろ違う味も試したかったところだ。次はお前の新鮮な絶望をいただくとしよう。待って、これ一人か、仲間いないのかな。さあ感じるがいい、お前の心の悲痛な叫びを。ああ、ここはお前の心の中にある最も忌まわしい記憶。お前は勇者の力を奪われ、魔王を誕生させてしまった。そしてこの世界は壊れたのだ。なんだこれ、今のシーンあったっけ。お前は誰も守れなかった。お前は世界を救えなかった。それは無力な勇者の罪。抗えぬ絶望の暗闇に落ちてしまえ、それが私の糧となる。シュー、聞こえますか。シュー、あ、また天の声じゃない、これお母様なんじゃない。シュー、あなたの中にある聖なる光は決して消えることはありません。その光はあなたの中でひそやかに目覚めの時を待っています。この世界を再び光で照らすために。闇を滅ぼすことができるのは勇者であるあなただけ。さあ目覚めなさい。なんだこの光や。なんか映画みたいな感じだね、本当にストーリーが。あ、どうしたこれ、みんなどこにいんのこれ。あ、この中にいるんだ。何、一体何が起こったの。あ、笑ってる。あ、帰ってきた。おー、シュー、よかった、無事じゃったか。うわ、こいつも出てきた。うわ、いまわしい光で前が見えん。貴様が全ての元凶か。さあシュー、こいつを倒してアーヴィン様の呪縛を解き放つぞ。あ、よかった、1対1はねさすがに厳しい、まあ、4対1ならほんで負けることないんじゃないかな。くそ、あと一歩で極上の新鮮な絶望のディナーを食らえるところだったのに。まあいい、こうなったらお前ら全員皆殺しにしてまとめてオードブルにしてくれるわ。最近ね、初見の勝率が高いからね。あ、MP 回復してんね。さっき使っちゃったからね。で、シューが無難に覇王山でいいんじゃない。で、シルビアが素早さ上げとこうか。ピオーリーム使って。で、ローが、グランドクラスでいいか。で、グレイグが、このめっちゃ強いね。全身全霊切り。使おう。オッケー。なんだこれ。ね、わ、オッケー。オッケーじゃないけど。わ、まあ、呪文の威力が少し下がった。マジか。やっばい、これやばいんじゃないかな。結構ダメージでかい気がする。次ローで回復しようか。いいね、大事の方足早いね。これでシルビアの素早さ上がるやつで、こっちの方がね先手取ってほしいんだけど。いいいいいい、これグレイグいいダメージ出んじゃないかな、相手の守備力下がってるから。うん、いけグレイグ、300ぐらいいくんじゃない。あー、すげえ硬えな。どうしよう。シューが覇王さん打っとこう。で、シルビアが、もう一回素早さ上げよう。で、ローが、これ使おう。ベホマラー使って、で、グレイグが安定の全身全霊切りで、オッケー。多いね、やっぱ素早さ上げたからこっちの方が早い。うん、悪くない。で、これね、ルカに欲しいんだよね、敵の守備力下げるやつ。ただあれ、ベロニカが持ってたのかな。多分今持って、うわー、危ねえ。うわー、マジか。やばい、これロー死んだ。やっべ、マジか。やばいね、これだいぶやばい。どうしよう、これ負けんな。シューで、ザオラルで生き返らせっかし、ロー。で、シルビアで、これ負けんな、ほんとに。やべえな、これ、でかい回復系がない。シューに使っとこうか。で、グレイグどうしよう、これ、道具が全然確かないよね。爆弾は爆弾を起こして敵全体に、いや、絶対弱いだろ、これ。ミスったな。守備上げとこうか、ブレードガードで、ちょっと、これ一回使います。
生きろ。よし、あ、ただ75な次でやられるな。これ生き返らせない方が良かった説あるな。どうなる、これもう一回ロー死んじゃう。オッケー、ナイス、おー、ナイス。ほら見た、でかくないこれ。で耐えろロー。ちょ待って、これリベンジするは多分勝てないな。これじゃあ一応やろうか。ちょっとカットしよう。ちょっとリベンジします。よーし、帰ってきたー。で、さっきのブリスは、ローがね、寝たのが悪いんですよ、ローが。ローがおじいちゃんだから寝たのが悪いんですよ。なんで寝ないことに乗って、ちょっと同じ戦い方で。で、シルビアこれ覚えて、なんかね、回復の、どれだっけな。特技かな。あれなんか覚えたんだけどね。これだ、ハッスルダンス。仲間全員の HP を70回復。これ意外といいんじゃないかな。で、どうしよう。呪文でやっぱ素早さ上げとこうか。ピオリムで素早さ上げて、ローが、グランドクロス打ってこう。グランドクロス打って、グレッグが安定の。いや、ガードワンチャンな。ガードやってから、これやろうか。ガードいきます。ブレードガードして。これがね、結構いいダメージで、そう、呪文系が弱くなっちゃうんだよね。まあ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 。やっべ、ドルモーは強い。やっば！ただここで素早さ上がってるからね。多分、シューの方早いでしょう。で、いいね、覇王山。これでいいダメージが通るはず。こいつ強いな、普通に。なんかダメージだけじゃなくてさ、回復力が下がるとか、おまけ付きの効果やってくるのずるいね。うん、いいダメージ。で、このピオリムだっけ。で、素早さ上がってどっちが速いかで決まんな。シューが、これ自分にかけて、で、シルビアがさらに素早さ上げとこう。素早さ上げて、で、ローが、デホマラ。ここでさっきロー寝ちゃったんだよね。頼む、ロー寝ないでくれ。オッケー、ナイス！これはでかい。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね、シュー。これで満タン近くまで行くでしょ。オッケー、オッケー、オッケー。で、スカラ欲しいね。スクルト。スクルトかスカラ欲しい。そうか、これさっきさ、呪文の回復力下げられたからちょっと低めだったのか。うん、これで多分こっちが全部先手取れると思う。こっから攻めようか。ただ、シューのダメージが結構やばいな。どうしようかな。いいね、やっぱグレイグが異常に強い。これ、あえて回復しない。で、シルビアが、これしようハッスルダンス。これだと特技だから呪文のあれ関係ないもんね。下がったみたいな。で、デホマラ、これ結構回復力低いんじゃないかな。でも回復したいから使おう。いいね。先手取れんのやっぱ熱い。142。54か。本来ならこれ90ぐらい回復するはずなんだけどね。オッケー、やっと倒したー。ちょ、見て、みんなの MP。MP の消費がやばくてさ、結構ギリギリだったんだよね。オッケー、ただね、結構やってることは一緒だった。回復して、敵にダメージ与えて回復して、みたいな。で、道具ね、持たせようかな。MP 回復する道具。ローとかね、何も道具持ってなかったんだよ。あぶねー、最後ね、特技、連携技でなんとか倒せた。いやー。え？生き返るの？え、これ生き返るとかあんの？ザオラルじゃん。ここは一体、その眼差し、その目に宿る優しい光は、まさかそんな、シューなのか？そうか、私を絶望の淵から解き放ってくれたのはお前だったんだな。いっぱいになったな。あなた、ようやく元のあなたに戻ってくれたのね。ああ、信じられない。君なのか、エレノア。あ、お母様ですね。あなたを苦しめていた呪縛は、シューが解き放ってくれた。これで安心して、旅立てるわね。ああ、やっぱ行くんだ。このままいるんじゃなかったね。そうだな、エレノア。シュー、私の可愛いシュー。あなたにはこれからも多くの困難が立ちはだかるでしょう。それでもそのまままっすぐ進みなさい。あなたの中にある希望の光はきっとあなたを導いてくれるはず。父と母もそれはいつもあなたを見守っていますよ。さよなら。ずっとあなたのことが大好きよ。これで本当にお別れじゃな。
アーウィン、エレノア。シュウちゃん、それ。おお、勇者の紋章が光り輝いておる。アーウィンとエレノアが勇者の力を蘇らせてくれたんじゃな。いや、マジ強かったわ、ほんとに。ギリギリ。さあ、行こう。真の勇者、シュウよ。今度こそ勝利をこの手に掴むのだ。ちょ、どこ行けばいいんだろう。勇者の力が復活したことにより、シュウのスキルパネルが新たに、新たに解放された。さあ、いつまでも嘆いてはいかん。気を引き締めて次の目的地に使うぞ。ここより北にあるグロッタの町ならば、人も多いし、新たな情報が得られるかもしれん。さあ、行くとしようかの。グロッタか、オッケー。はい、じゃあね、今回ここで終わろうかな。次回続きから、こっちか。あ、こっち外出れないのか。こっちなんか後々多分ないか。下のマップがもう行けないもんね。はい、終わります。バイバイ。